おはようございます。エンゾーです。8月16日、朝会、よろしくお願いします。昨日はアメリカが強い経済指標を受けて、結局は株高、ドル高、まあ、円安みたいな動きになって、リスクオンの動きが加速したという形になりましたね。昨日はあの小売売上高のライブを見ていただいてありがとうございました。盛り上がりましたね、昨日はね。やっぱり CPI より動きましたね。消費が今、 え注目材料になってるっていう、まあ、あの消費とか景気とかインフレから経済の状況が包括されてるっていうことが、えー、注目やっぱりでしたね。はいじゃあ順番にいい動きを追っていきたいと思いますが日本の GDP が前期比,前比マイナス0.6から0.8予想0.6前年比にマイナス2.3から3.1予想2.1ということでかなり これはちょっとサプライズ的なな上昇になりましたよ、ねまあこれを受けて昨日日本でも株価強かったわけなんですがえっ、ー、とまあまあえっ、ー、と前の期がマイナスだったんでそこを回復したというところですかねあと僕が気になったところというとその気になったというかえー、っとこちらですよね絶対額としての えー、GDP 額が名目で607.9兆円になったということで、まあ、これは、まあ、いいことというか、あの年率何パーセントっていうのも重要なんですが、日本全体の景気が、これ、インフレの部分もあるんで、名目打ちなんですが、600兆円のけたっていうことは、まあまあ、よろしいんじゃないですかねというところだと思います。アメリカ、あとは米、えー、オーストラリアの雇用者数、これがね、 強かったですよね。えー、5.23から5.82万ということで、予想2万人ぐらいだったんで、えー、それを見ていきたいと思うんですが、えー、オーストラリア。指標を受けて、えー、とポーンと。おまあ、その前にオーストラリアドル売られてたんですよね。0.65、えー、60ぐらいまで売られてて、まあ、一応、その付近には。 デイリーピポットのサポートの2があったんですが、指標を受けて反発というところですね。で、オーストラリアに関しては、えー、とこちらですね。はい。えー、っと、失業率が、えー、4.1から4.2に上昇したんですが、 労働参加率が67%から67.1%に増えたということで、まあ、これの影響があったのかなと。あと、えっと、やっぱりさっき言ったように、あのまあ、雇用者数が増えたっていうところですよね。まあ、そこら辺が良かったところかなというところですよね。あとは、うん。 そうですね、えー。フルタイム雇用も増えたということですね、えー。フルタイムが6万500人増えたという、まあ、これらも、えー、強い材料になりましたというところで、総、ま、じ、あ、て、あのー、強かったですよね。まあ、これを受けて、先ほど言ったようにオーストラリアドル上昇という形になったわけなんですが、うーんオーストラリアが雇用強い、利上げもあるよっていう。 総裁が、あのー、発言もありましたよね一方でニュージーランドドル利下げがあったということで、まあ、ここのコントラストというか、まあ、当然なんですが、オージーキが上昇しているということで、ただオージーキも長い目で見ると、この1.1150のところが、もう眼強にこうレジスタンスになっているんですね。まあ、1.1050から1.115マぐらいのこのゾーンが。 すごくレジスタンスになってるんでここを超えてくれる来ると、まあ、1.13とか1.15とかっていうところが狙えていくと思うんですがさてここを超えられるかどうか、まあ、直近はねあの上昇した後に下落してまた上昇してるという形になってます OG キーもちょっと面白い位置にいるかなというところですねあと英国の GDP 全危機比で、えー、0.7%から0.6% 前年比は0.3から0.9%ということで、まあ、強い数字が出たかなというところで、えー、っと、まあ、それはここですね、ここを上昇して、まあ、数字自体を受けた後は上昇したんですが、結局これはあのアメリカの強い雇用を受けて、 落ちたんですが、なんか行ってこいの形になっちゃいましたね。激しいですよね、これねポ、えー。ポンド一時落ちたんですけど戻っちゃった。ユーロも似たような形ですよね。まあユーロはそれほど戻らなかったんですが、アメリカの雇用を受けて反発ということで。やっぱり黒線の上昇、円売りなんですかね。で、えー、注目されたアメリカの7月の小売売上高、前月比。 -0.2、これ0から下方修正されたんですよね。から1%ということで、これはまあ非常に、あのー、予想が0.3だったんで、前月比1%っていうのは非常にいい強い数字だったのかなというところですよね。 でえー、前年比は2.04から2.66ということで、あとコア、小売売上高が0.5から0.4、予想0.1だったということで、まあ、こちらも強かったのかなというところですね。あと、コントロールグループっていうのがあるんですが、まあ、これは、自動車、ガソリン、建築資材、食品サービスを除く小売売上高ということで、これもちょっと注目される数字なんですが。 えっとまあ、こちらは0.9から0.3%になったというところで、まあ、結局アメリカの消費強いじゃないかというところなんで、あので、ーまあ、これおそらく GDP に当然この GDP の個人消費の部分に氷っていうのは非常に影響を与えますので、えー、っと GDP 強い、あのー、予想が引き上げられましたよね。いいろろ うーんまあ理由っていうのがあるみたいなんですがまあオンラインなんかも増えたみたいなところもあるんですがまあ一応非常に氷が強かったなっていうのはアメリカの景気にとっては非常にいいことだったとこれがやっぱり昨日大きかったですよねあと新規失業保険申請件数も23万4千から22万7千に、えー、急低下したというところなんで まあここら辺も一時、新規失業保険申請件数増えてたんですけど、こちらも良かったということで、小売りと新規失業保険申請件数の数字を受けて、リスクオンの動きになったとっいうのが、昨日の流れだったのかなというところですよね。うんまあ、こちらですよね、新規失業保険申請件数。あとうんそれぞれぞの あのー、景況感ですよね、ニューヨーク連銀製造業景気数はマイナス6.6からマイナス4.7、予想マイナス5.9ということで、まあ、予想よりは良かったんですけど、まだマイナス圏、フィラデルフィア連銀製造業景気数も13.9からマイナス7、予想5.4だったんだこちらも悪かったんですよね、これも結構フィリーは悪いなって感じだったんですけど、マーケットはこちらの2つは無視みたいな感じで。 小売と、えー、新規失業保険申請件数の低下に、えー、反応して、えー、したというところですよね。で、まあ、当然なんですけど、これだけ強い数字が出るとなると、まあ、先週までのリスクオフの動きの時は、えー、もうアメリカ0.5,0.5,0.25と3回利下げで、えー、今年中に1.25 引き下げるぞぐらいの勢いになってたんですが、まあ、そこはさすがに前日の CPI も含めて行き過ぎでしょうということで、FedWatch、えー、なんかを見ると、やっぱり0.25,0.25,0.25あったとしても3回の0.25ずつかなというようなのが一応コンセンサスになりつつありますよね。そうなっててくると,、えー、と低下していた やはり債権利回りが上昇ということで、昨日2年債は3.947から4.103、10年債が3.822から3.918、30年も4.109から4.172に上昇したというところになりましたね。これ、昨日の朝会でも話したんですけど、あのまあ、こんな2年債がより大きく上昇して 4.、4%, 4割れたんですけど、4.1になっちゃいましたねってお話をしたと思うんですよね。 これやっぱり短いところの方が、えー、アメリカの Fed の、あのー、金融政策の変更にい敏感に反応しますので一昨日大きく上昇して、まあ、上昇して昨日も上昇した、でまあ、10年歳も同じく上昇したんですけど、まあ、2年歳よりは緩やかに上昇という、まあ、そういう形になってで結果としてアメリカ景気だけど利下げはあるよねって一番いい。 ゴールディロック状態になったということで、ダウは1.3、SP が1.6、ナスが2.3%上昇、即死数も4.8%上昇、ビックスは15.23%に低下するということで、まあ、株にとってはもう、ッっコこいの機能は非でしたよね。金利がて、景気が悪くないのに金利が低下あの、まあ、利下げはあるだろうっていうところで、まあうんうんまあ、こんなに、こんなに好条件な 時は珍しいいってううような機能はのでしたよねで、えっとまあ、最近利回りが上昇してるっていうのはやっぱり先週までのリスクオフで株式市場からお金が出て債券市場に向かって金利が急低下したんですけどそれのより戻しがちょっと出てたところでまた景気が良かったっていうところがあるかと思います。でえっと 日経平均先物も,も3万6600円ぐらいにいたのが、えー、指標を発表したことによって今3万7700円、今は先物は500円ぐらいなんですが上昇したというところですね。ダウもおこのようにもう丸々8月2日の雇用統計の日の落ちをもう完全に超えてしまいましたよね。SP500 もここが8月2日の雇用統計で落ちたところなんでもう完全に。 あのー、下落前の高値圏に戻ってきてるというか、まあ、その前、一番高いとこ五が5680ポイントぐらいですが、えっと、雇用統計の下落は埋め合わせたなというところですよね。ナスダックも似たような形になっています。で、ビッグ数は、ボラティリティは低下して、まだちょっと15%ってちょっと高いんで、普段だと1十13 12, 3ぐらいなんで、まだちょっと高いんですが、かなりこう、む、 かなり低下したというところになったかと思います。で、じゃあどんな株上がったのみたいなのを見てみますと、ドンと、ヒートマップうーですよね。まあ、どれもこれも高いって感じでしたよね。昨日はやっぱりテック系が NVIDIA4.05%、メタも2.01%、Google もね、独禁法の問題で。 落ちてましたけどこれも高かったということであと小売ゴールマート6.58まあここら辺は多分上がりますよねコストコも1.7%とゴールマートに関しては第二四半期の決算好調だったというところで売上高と今期の通期の利益の見通しを情報修正ということで情報修正は今年2回目ということでゴールマートがこんな景気あのー、売上と利益が情報修正2回目やるってことはやっぱり そんなに景気悪くないんじゃないかっていうところですよね。物売れてるってことですよね。あと、ターゲットとコストコもそれぞれ4.35、1.69%上昇したというところで、まあ、氷、あの、消費が良かったですよね。氷、アマゾンも良かったですし、そうじて強かったというところになりました。はい。えー、で、えー、日経新聞。うん、そうですねうん。気になったところといえば、 うんまあ、日本の場合はポスト岸田さんどうなるかっていうところですよね。えーとまあ、そこら辺が一番注目されるところではあるんですが。うん、ですね、えーと。あとはちょっと台風来てるんでね、心配ですよね。うん、あと、ブルームバーグ。えー 今朝の5本なんですが、拘流利上げ高予想を回りました、新規失業保険申請も低下しましたと、あとセントルイス連銀のムサレム総裁は、利下げが適切になる時期が近づいているとの見解を示したというところですね。えー、っと、まあ、ロシアの西部クルスク州、ウクライナが攻め込んだところでロシア兵の投降が増えているというところです。 あと、ゴールドマン・サックスの、えー、自社株買いの執行する担当部門では、えー、っと、1日平均の2.1倍という、あのー、記録的な注文を受けた。自社株買いがこの株価の下落の時にすごい増えてたっていうことですよね。まあ、それも株価を下座さえしたところかと思います。うん。そんな感じですね。うん。はい。えー、っと、あとはドル円。 昨日は、えー、とこの発表を受けて147円台前半ぐらいから一気に149円に上昇ということで、ここ早かったですよね、すぐもう149円乗っかっちゃったんで,で、一応週間ピポットの、あのー、149円の一音というのがあって、まあ、そこは超えてるんですけど、えー、そのあたりで今推移している。ここを完全に抜けると次の、 デイリーピポットが150円の10がレジスタンス、今日のデイリーピポットは148円の58なんで、まずはこの148円、58から、えー、と150円の10ぐらいのレンジ、ただ、この149円の50付近って、今回のお高値からの下落の、えー、38.2%戻しに当たるんですよね。今そこが 一応ドル円はレジスタンスになっているので、ここのを完全に超えてこれるかどうか、ここを超えると50%戻しが151円の75ということで、少し長めで見ると、そのような、えー、とポイントが見えてくるかと思います。あと、黒線がやっぱり総じて強かったですよね、まあドル。ドルインデックス見るとドル高ではあるんですけど、円安でもあるということで、株高、円安という流れが、えー、昨日は 加速したというところかと思います。はいえー、ということで、まあ、この、あのー、マルチタイムのピポット、週間月間、デイリーが同時に見れますので、あとこれの、あのー、RSI と移動平均の組み合わせ、このインジケーター、JFX さんのトレーディングビューで使えますので、もしこれ使ってみたいという方がいらっしゃれば、えー、JFX さん、えー、概要欄から講座解説をお願いしたいと思います。まあ、講座解説していただければ。 インディケータープレゼントさ,てさせていただきます。あとは、より深掘りした情報等は、えー、とサロンもやってますので、サロンの方ご興味あれば、こちらも概要欄の方で見てみてください。ということで、ね、この動画が良ければ、いいねボタンとチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。今日ちょっとね、天気が悪いんで、関東お、東京付近は台風来るんで、お仕事行かれる方いらっしゃったら、 気それではいってらっしゃいと、えー、気をつけてください。